さあ、今日は愚痴ラジ特別編です。どうしても愚痴を言いたいという方が来てるので早速呼びましょう。どうぞ。どうも、日本エレキテル連合の中野です。橋本です。恥ずかしい恥ずかしながらないでしょ、別に。恥ずかしながら帰ってまいりましたよ。どうもどうも。愚痴ラジでは初めてのゲストですからね。そうですよ。今まで2人で淡々と愚痴を言って、うん、まあ2人でっていうか僕が言ってこいつが聞いてる状態でしたけど、ね、今日はゲストで何かあるんですか、はい、愚痴が。今日はね、ここにゴミ箱のようなこの愚痴ラジというスペースにゴミを捨てに参りました、うん、なんてこと言うんだよ。あるんでしょ、あなた。ありますよ。私のね、私が愚痴を言うとね、あの本当に迷惑が会社にかかってるから そうですね、そういう愚痴しか持ってないので。ただ珍しいですね、橋本さんの方が愚痴を言うってことはなかなか聞いたことない。これはだいぶ貴重ですよ。おい、いいか。腹が立つことがあるんですよ。井口くんなんですけど、あのめっちゃなんか友達泥棒みたいな話を前ね。もうその話が古い。じゃあ本当に前言ってたやん。言ってて、前ありましたね。そうそう、違うのね、違うのね。でも私たちの友達を取っていくっていう話はしたから、うん、まあ自分も気をつけようと思ってたんだけど、この間あのタイタンライブで、はい、ラブレターズのタメ口さんが、はいはい、いや単独ライブよかったらあの行かせてくださいみたいな、ちょっとスケジュールとかじゃあ、うん、送らせてもらいますので LINE とかその教えてくださいって言って、ラブレターズはね、僕らウエストランドともともとフリーの頃から同期で、だから友達ですからね。そうそうそう、僕ら、はい、仲いいから、じゃあ今ちょっとバタバタしてるんで後で井口くんに教えてもらいますって言って、その場は終わったんですよ、はいはいはい、でタイタンライブのその打ち上げの時に井口くんにその趣旨を説明して、はい、タメ口さんのアドレス教えてって言ったんですよ、うんうん、そしたらその日から、あ、わかりましたって言った何日かしても井口くんからそのアドレスは送られてこないんよ。教えてくれない。教えてくれない。あれ、これは自分の友達を取られたくないんだなと思って。いやいや、そんなことはない。で、おかしいなと思って1週間ぐらい経ってから、ごめん井口くん、タメ口さんの教えてくれるって送ったら、すいません今から送りますって言ってからちょっと来ないし、ちょっと待って、すいません、ちょ、井口くんごめん、教えてくれるって言ったら、わかりました、あれやり方がわからないって来た。これ絶対友達を奪われたくないから。いやいやいや、そんなことない。わからんわけない。 やり方がマジでわかんない。わかるでしょ、何年生きてきた。いやいや、32年生きてきたけど、その間にアドレスを誰かに教えてくれたことない。教えることあったけど、その今時代が変わって LINE とかになったら、あんだけスマホ四六時中いじるようなくせにな。いやいや、あのアドレスは教えれるけど、タメちゃんのアドレスが変わってたりして、これ違うと思って LINE を教えようと思ったけど、 LINE の添付なんてわかんないでしょ全然。わかるよ、やり方は。教えたかった。絶対教えたくなかったからね。教えたくない意味もよくわかんない。俺の友達が取られる。見に来てる。下の友達が取る。くん、本当だよ。もう何しに来たんだよ、本当に。愚痴を言いに来たんだよ。そういうでしょ。まあそういうのでありますけどね。いやいや、それは申し訳なかったですね。確かに1週間ぐらい待たせてしまいましたからね。結局 LINE でやり方を橋本さんに聞いて、なんか橋本さんに聞くのもちょっと嫌でしたけど、教えてもらって。しぶしぶ教えたんだね。しぶしぶじゃない、ね、それでもちょっと分かんないですって一回来たから、こいつもうな、私このタメ口さんのアドレスを教えてもらうまでどれだけ時間かかったんだと思ってさ。寿司握ってんの。いや、違う、一本じゃ握れないからね。おーおい、いや、それとにかく腹立ったんですよ。ああ、ありがとうございます。こういうやつです、ウエストランドは。だからもうどんどん攻撃して炎上させてください、はい、いやでも、なんかそのラブレターズのタメちゃんが見に来る予定である何かがあるんでしょ。あ、そうそう、あのラブレターズのタメ口さんも来るという私たちの単独公演市電区間が7月24日から東京の草月ホールで行われます。お、要は告知に来たってことですね。うん、いや、そんなことない。そんなこと、愚痴を言いに来たんですけど。いやいや、愚痴を言いに来られた方が困るけど、どっちかというと。そしてね、なんとね、うん、この、放送の前に私たち、はい、天下の高須クリニックに行ってまいりまして、はい、私、ちっちゃくしてもらいました。いいよ、もう。下ネタみたいな挟まないでください。いいよ。でね、あそこで高須院長と、はい、西原さんとお会いして、うん、院長ぜひ、ちょっとこれ着てくれていいじゃないのって言ったら、ダメよ、ダメダメっ
って、まあ、言ってないです、言ってない。じゃあ無駄だよこの展開。あの来てくれるそうです。おーすごい。だからあの7月24から26の特化で高須クリニックの高須院長が来るので、ぜひ見に来てください。それが売りなわけじゃないですけど、ね、まあ、今あのチケット発売してますが、残りわずかです。あと、はい、芸人さんもタメ口さんとかも来るし、ウエストランドも来てくれるから、僕らも来ますからね、はい、これに出たということは、ごめんなさい、くしゃみとか申し訳ないですけど、スペシャルサンクスに我々の名前も載せていただいてね、協力して、お互いね同期ですから、まあ、機材トラブル等々あった日に僕らは行ってるはずです。やだ、絶対やだ、ないことを祈るしかないですけど、あの蒼月ホールの前で前歯男であの待機してますので。なんで前歯男で待機してますか。見せ物小屋、あのまあまあ僕前歯が2列あるんでね、アトラクション物販コーナー記念撮影もできますね。まあまあそれぐらいやりましょう、見たいという方いればね、いくらでも口の中見せますんでね、はい、ただ本当にあのね、まあ、エレキテルこれ見てる方は知ってると思いますけど、テレビでよくやってるあけみちゃん、細貝先生以外のコント盛りだくさんですし、本当に内容は絶対素晴らしいものになってると思いますからね。後悔はさせない、自信がある、これは、うん、後世に残るやつ。いや今回もすごそうですね、うん、僕らも内容全然知らないですけど、うん、ツイッターのなんかちょっとしたのを見る限り相当今回もすごいことに、もうシェイクスピア・エレキテル連合さん、おー列的には。おいやでも本当にね、絶対すごいいいものになってると思います。規模もね、今までとは違う。そうそうそう、確かにすごいですよね。もうチケットがね、あとでちょっとこんぐらいしかないから、うんうん、早く取らなきゃ。ダメよ、ダメダメ、決まりましたね。すげえ、流行語大賞聞けた。嬉しいですね。嬉しいですね、なんかこんなね、昔からいいじゃないの。ダメよ、ダメダメ、きついわ完全に。いいじゃないの。ダメダメダメ。マジでその今中野さんのいいじゃないのテロが問題になってますから、やめて、それ振られたら言わなきゃいけない。僕らはまだいいですよ、ダブルエンジンさん、他事務所と関係ない人もいますよ。熊虫とかね、やつだね。みんな滑ってましたよ。照れたらダメなんですね。やっぱあけみちゃんが言わなきゃこれはダメですからね。 それも聞けるかもという、そう、単独公演ありますんでね、ぜひ皆さん来てください。そしてブチラジのイベントもよろしくお願いしますからね。その時またエレキテル告知、これが終わってから、終わってからありますね。その時はエレキテルまたね、はい、ご協力をいただいて、ね、そうですね、私物を展示するんでエレキテルこの自然とかで使った。あ、そうかそうか、まあ、内緒内緒。何、ちょっと内緒の予定がありますんで、まずはこのね、エレキテルの単独公演、皆さんよろしくお願いします。本当に怖かった。平日毎日愚痴を更新しています、ウエストランドの愚痴ラジ、ぜひチャンネル登録してください。ちょっと一言お願いをね、してもらって。いや、そうなんですよ、まあ、愚痴は全部僕が基本的に喋ってますから。そうなんです、こんな感じですから。僕は隣にこいつ座ってますんで、ぜひチャンネル登録してみてください、お願いします。